2010年時点の外環道の駅パーク7里美浜は、三重県南室郡美浜町アターにある国道42号の道の駅である。ショッピングセンター、ピネを併設する。観光施設としては、厳しい経営環境にあるが、ショッピングセンターとしては黒字を形状するなど、好調である。ショッピングセンター、ピネを経営する美浜町商業共同組合の2008年3月期の、 決算は1800万円の黒字であった。道の駅パーク七里美浜は、JR 規制本線頭駅の駅前に位置している。付近の海岸は七里お浜である。ABC の大一郎、安中模索、再建の道美浜の三策観光施設朝日新聞1998年6月24日付長官、三重版 ABC 小泉広木美浜町三策。 失敗付け二十二億円責任問う、町民連帯保証減額訴訟元町長。こうなるとは、朝日新聞二千九年一月十一日付長官。三重版19ページ。観光台風の爪痕深く。三重南部キャンセル相次ぐ熊野古道。新次を中止日本経済新聞二千十一年十月十五日付長官。名古屋版社会面二十一ページ。地域活性化の拠点を形成する重点。 道の駅を選定しました。国土交通省2015年12月23日閲覧平成27年度重点、道の駅の選定について地方創生の核となる、道の駅の優れた取り組みを応援します。国土交通省 http://www.mlit.go.jp コロンススララッッシシュュスラッシュレポートスラッシュプレススラッシュ roat-01hh-000614 html ありがとうございます。